2021年5月7日花うタイム260回目の放送です。本日のパーソナリティは春菜、福バッチ、トシでお送りします。この番組はカバー曲やオリジナル曲、日常で出会った楽しかったことなどを花歌感覚でお届けします。花歌イム、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。お元気でしょうか。元気です。なんか静かですね。とうとうがさっきまでうるさかったの。大丈夫。はい、はい、食べ過ぎ。そうですね、はい、久しぶりにねラーメンライスを食べたのね。はい、前物足んなかったのね、うんうんうん、さっき食べたらきつくって、あ苦しいの。それはそれは、うん、元気がないですね。食べれなくなってきたね。まあそれはね、年齢とともにそうですよ。やっぱ年だよね。なんかいつもの癖で頼んじゃうんだろうね、うん、絶対これは食べれたはずだからって思ってさ、うんうんうん、そうそうそう、ね、いつもの量だから何も考えずに頼んだら、うん、途中でやばって思い始めて、残せばよかった、うん、その直後ぐらい食べきって完食してから、あ食べるんじゃなかった。時すでに、そうそうそう。そういや、まあ、ちょっと年齢とともにね食べる量も考えないとね、ちょっと気をつけながら、はいはい、でも元気もりもりですよ。あのね、トシちゃん食べる量がね半端ないんですよ。知ってますよね、福場ちゃんも、はい、あこれで1食分ですねプラスおにぎり2つみたいな、そういう感じのイメージはあります。あのさ、うん、もうもう、まあ、昔の話ですけど、うん、一緒になんか食事とか行くじゃない、うん、でまあ、居酒屋さんとかさ、例えばお酒飲みに行くとするじゃないですか、はい、でそしたら1回目の注文をまずみんな適当に選ぶじゃないですか、うんうん、でそしたら第2回目の注文ぐらいあたりから少しこうほら量が減ってくるじゃん。まあそういう感じですよね。ね、はい、後半に向かってこうさ、まあ、フェードアウトしていくという、そう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 、はいはい、ちょっと単品のさ、なんかお漬物だとかさ、はあはあ、そういうものになっていくじゃないですか、はい、そうじゃなくて第1回目のやつを3回回しぐらいやるからね。もうびっくりしたわ、最初行った時、初めてご飯食べに行った時、誰が食べるんだろうと思ったら本当に全部食べたから。サビが違うパターンが3回来るから、いやこれ3曲ですよね。いや本当にそれすごかったもんね、まあ、体重もあったというのもあるのでしょうが、まあまあ、今とは体型が全然違う、アスリートレベルのあれです、ね、はいはい、うん、なんだろう、大サビも3回来たみたいな。そう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 。そしてまたブリッジを挟んで最後ね。違うエンディング、エンディングでまたエンディング3回やってるみたいな。エンディングに畳みかけるからね。そうそうそう、エンディングにステーキ頼んだりするからね、してたからね。すごいですね。エンディングの後に風呂桶が来る。風呂桶が来た。風呂桶来てまたサビる。えっていう、何分の曲ですかこれっていう。もう帰るよっていうぐらいにさ、ステーキ頼んだりする。すごいでしょ。だからそれが普通だったんですよ、うんうん、だからもう家で作るご飯の量とかも結構だったの、昔からずっとね、うん、大家族レベル。そうなのよ、そうなのよ、うん、大変だったんだけど最近本当に減ったんですよ、うん、俺プラス中学生2人みたいな。そうなんだよ。もう大変だったよね。お肉、とにかくお肉が好きだから、うん、お肉物を結構、お肉食べる量半端なかったね、うん、今お肉どうですか。まあ、そうでもないかな、うん、以前に比べたら全然食べなくなったもんね、うん、まあ、魚増えました。いやそうでもないけどね、うん、いやでもね、私の感覚からすると圧倒的にちょっと増えてきてます、うん、野菜の量と魚の量、うんうん、以前はもうなんか茶色いものを求めるばっかりだったんだけどね。だから野菜とかも全然食べなかったんだけ ど、 なるほど、小出しに小出しにさ野菜食べさせて。そうかもね。うん、食べれるようになったもんね。そうそう、うん、サラダとかもね、うん、そうね、うん、野菜の量がやっと増えたんですけど、うんうんうん、いや以前は本当それぐらいの勢いで、うんうん、相撲部屋割りの、うん、食
食べてたね。食欲をお持ちでいらっしゃいました、はい、うん、すごい。結構あの前菜をコースで頼むとしたら前菜頼んで、うん、でメインディッシュが来た後にみたいな、まあ徐々に急にライトになっていくじゃない、うんうん、その後にもう一回別なメインディッシュを頼んでみたいな、うんうん、そう一人コース 3回違うの頼むみたいなくらいレベルだよ。あれですね、あのコースを3種類同時に頼んで、そう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 、そんな感じ。そうですそうです、ま、このコースとこのコースとこのコースってあのウェイターの方がハテナマークが出るあれです、ね、見えない人がいるのかしらねすごかったんだよ。 それでデザートも2種類とか頼んでたもんね。そうね、そうだね、そうだね、あのアメリカンダイナーみたいなとこ行ってね、うんうん、まあ体重もね、うん、100キロ近くあったからね。あ、それはアメフト選手です ね、うん、アイスホッケーもやってたからね。あ、そうね、まあ、まあ、まあそんなに、うん、なんか後半はでもそんなねやってなかったけど、まあ、すごかったの、とにかく、うん、ええ、すごかったのよ訴えを聞いてほしかったからいや、それがね、こんなに食べれなくなったっていうね、ええ、私からしたらすごい驚愕な事実ですね、うん、それは半ライスにしとけばよかった、うん、という日が来たかとうとう、うん、あのコストパフォーマンスがだんだん良くなってきたという。そうなんです。で普通のライス頼んだら大盛りだったのね、うん、それ知らなくて、うん、直後に隣のおじさんが半ライスとか言って頼んでて、うん、でライスすぐ来るからさ、見たらさちょうどいい量なのやっぱ、はあはあはあ、普通のライスよりまあちょっと持ってるかなっていうぐらいだったから、あ、ちょうどいいんだ、うん、あ、それにすればよかった。ああ、ああもう大盛りできちゃったってことね。もう来てたからもう隣のおじさんにご飯いかがですか、ちょっと僕の取りませんって言いそうになったあちらのお客様からで、ね、ライスがこあちらのお客様からですこう面白いああ本当よかった、まあよかったね、ほどほどになさらないといけません ね、そうですね、はい、よかった、まあよかったっていうかね、あの別に体重が増え続けてっていうわけでも ないですもんね、減ったりとか。じゃあうん、すごい痩せたからね、コストパフォーマンス良くなってき、たということで、うん、本当に、はい、それ相応のなので、まあ、いい感じでございます。今後気をつけます。はい、花歌タイム。あの着々と未来の話をしましょうということです、はい、がスタートダッシュを激しすぎると息切れする花のタイムですからぬるっとぬるっといくのがよろしいかと、はい、あのまあ、曲は作りましょうっていう、うんうん、あの引き続き時間があの余った時はもう作り始めていこうかなと、うん、はい、思っております。分かりました。で過去の曲を完成させるっていうエネルギーはなかなか、うんうん、体力がいるので、はい、いろいろ作りながら過去の曲も完成させていい感じにしていくと、なんか明るいものが待ってるような気がしてしょうがないんです。そうですか、はいはい、なのでその方向で行ってみたいなと思っております。分かりました。曲を書き始めるのですね。はい自分が書くっていう勢いやったね今。え、いやいや違う違う、いやいや僕がです、僕バッチが、僕バッチが、うん、僕の自分のパターンをそのが分かるようになってきたんですけど、うん、あのお題がないと作れないっていうのがあって、うん、どの方向で行くかっていうのを最初に決めるっていうのがどうやらやる気につながる一歩かなと、うんうんうん、最近というかつい先日思いまして、はい、で一つ自分の中でテーマを作ってそれで進めていくと、うんうん、なんかいいのかなと。なるほど。やっぱり多少なんかそういうのないとね、はい、で僕の場合は割とあの縛りがきついほどそれに向けて何クソっていう何かが出てくるらしくて、あ、見てろよみたいな
すごい偉い、あのカレー味のハヤシライス作ってくださいみたいな、そういうなんだそれはみたいな、逆にその方が燃えるんですねできちゃいましたみたいな、どうすかみたいな、そういうところがあるようです。そうですか。そっか、もうなんかなんとなくのその写真的な感じは雰囲気的には出てたりしてるんですか？あの特にないんです、うんうんうん、でそれでちょっとお話ししようかなと思って、あ、はい、あの生楽器を使うっていうそれが全ての前提条件で、うん、その中で一つテーマを、はい、テーマっていうのはあれです、その家とか、うん、旅とか、うんうん、海とか、うん、山とか、うん、なんかそんなんで全然いいの。そうで、さらに大きくなればなるほど絞りづらくなるのも確かなので、はいはいはい、なんかパッと今思いついたキーワードとかありますか、春菜さん。いや別に何を作ろうとかじゃなくて、あそれならーー、そうなんか、うーん、そうそうそう、さっきのカレー味のハスライスすごい気になる。ハナウタイム。でもハヤシライスでも全然いけますよ。今日林ライスにまつわるストーリーを自分の中で思い返してみて、うん、お母さん今日カレーって言ったのになんで林ライスなんのっていう、だからそういう思い出からスタートして、はい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 、今の自分はどうなんだろうみたいな、そういう、うんうんうん、そういう問いを歌にしてみるのも手です。難しい、なんかそういうの面白そうだね。あのさ、なんかちょっとさ真面目なやつ多いじゃん、あの今までの曲、私たち。あ、そうです。普通に真面目だったじゃん。トシちゃんと作ったあの音入れ系でも全然。ああ。あれもなんかすごく人生の何かを含んでいる。おトイレ？トイレのなんか歌みたいなの作ってる気がする。ああ。あったね。うん。うん、もう記憶がないですけど。ね、遠いね。その、ね、記憶が遠いね。うん、それで今までの曲とかをちょっと並べてみるのも。やってないね、よく考えたら。カードのようにですね。ああ、並べて。こちょっとなら、なんていうの、リストアップして、ね、なんかこういう感じの曲いるなみたいな。今までこんなのがいたんだっていうのから先を導き出すっていうのもありですし、うんうん、はい、あとはもう全くそういう流れは無視して、うん、これいいんじゃねっていうので今みたいに林ライスからスタートするのも。そうね、そうね。そうだね、単純な3人の日々を1番2番3番で語ったらでもいい。でそれを例えばキーワードとしてその本当に語るとあのあれになっちゃうんです。なんて言うんでしょう、ラップじゃないですけど、朝起きて歯磨いて顔洗うの忘れたぜみたいな。チク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 、ヒップホップって。ハナウタイム。コードネーム林ライス。HR。ハードロックじゃないですね。分かった。HR どうすか。はいはいはい、いいと思う。あの何でしょう、あのこのさ、ちょっとあの仕事とかあのあまりこう長いことずっと根を詰めてやったりとかしてると、うん、なんかこういうものはこうでなくちゃいけないみたいな、うん、ちょっとカテゴリーに頭が はまりがちっていうかさ、まあガチガチですよね。そうだよね。僕はもう、あ、そうだよね、ガチガチになっちゃいますね。で周りのもちろん環境も終わりで、それは、うん、必然で仕方のないことなのかもしれないけど、うん、そこに一個忘れがちだなと思うのはなんかやっぱりユーモアかなと思ってて、最近すごく。それはありますね。なんかこうほら世の中のその仕組みもそうだけど、なんかほら文句とかを言ったらキリがないじゃない、うん、そういうあのネガティブなポイントに頭が持ってかれてる時はやっぱり文句も多くなるし、どうしてこういう仕組みなんだろうとかさ、うん、怒りが出てきたりとかすることもきっといっぱいあると思うんだけど、うんうん、なんか見方を変えると、うん、すごいなんか面白いんだみたいな、うん、なんかちょっとそこにさ深刻さをさ追求しすぎると絶対あんまり何でも良くないじゃん、うん、確かに。だからこう、うん、ユーモアがさ、
必要だなってね本当に思うの。私自分にも絶対大事だよね。ね、うん、でそういうのうまいじゃん。トートはすごいうまいのね。常にユーモアの塊だから。ハリウッド映画ですよ。ピンチの時にもなぜかジョークを出していくっていう。そういうの素晴らしいと思うんですよ、うん、あのね、すごいじゃん。そこをちゃんとね仕切ってくれる人がいるから成り立つんだけどね。まあそのまま放置された場合はちょっと厳しい、うん、あのダメージが本人に返ってってしまうっていう。そうですかね。いやなんか特にそれをすごく思ったのこのコロナに入ってからなんだけどね、うん、なんかみんなさちょっとほら価値観が変わってきたりさ、あの今までのこうさ忙しくて、うん、あんまり余裕がなかったところにさあのこれやってみようかなとかっていうの増えてくるじゃん。確かに。あと今までやってきたことでもあんまりみんなに言ったことなかったんだけどもういっかみたいな、うんうんうん、もうそれなんか変なこだわり、うん、別にそんな隠さなくてもいいのに、うん、自分じゃちょっと恥ずかしいからなかなか言えなかったこととかさ、うん、でももういっかみたいになってくることない、うん、そういう変化、心境の変化みたいな。ちょっと成長としましょう。ええ、はい、それが成長というのですか。あの器が大きくなったということにしましょう。そうですかね、うん、ええ、なんかそういう話をよく聞くし自分も実感があることが結構たくさんありまして、うんうんうん、はい、で今日まあなんか全く音楽と関係ないんだけど、うん、でもとしちゃんがよくほら釣り行ったり、うん、他にいろいろ趣味があるんですけど、うんうん、それで楽しいことがこう音楽に返ってくるみたいなのを横で見てるし、うんうん、自分も結構趣味あるんだけどスピリチュアル的なことあの、うん、もう昔から好きなのね、うん、あのでもあんまりこれ言うと、うん、なんかつぼられんじゃないかみたいなさ、嫌じゃんそういうふうに思わせたら相手に嫌な不快感を、ね、そうですね、大体それは私あのそのみんなを何かに私のこの輪に引き込もうとして言ってるんじゃなくて、わかります私が言いたいこと。わかりますよ、あのわかります。自分のただあの人生の指針としているだけの話であって、うん、みんなを引き込もうとはしていないから安心してほしいのよ。なんか言えば言うほど、いや怪しいよね。だからもう言わなくていいです。そこはいいですか。分かってます。今なら安く150万円で壺を譲ってあげる幸運の壺を。あなたのことを思って。今ならさらに同じものをもう一つって。二つあったジャパネット高田さんで。花うタイム。それではこの辺で本日はお別れの時間となってしまいました。番組に関するご感想、楽曲リクエストなども大歓迎です。花うタイムオフィシャルサイト http://花うタイム.com、 ツイッターアカウントは小文字で花うタイム。本日のパーソナリティは春菜、福バッチ、都市でお送りしました。それではまたお会いしましょう。また会いましょう。